方に恵まれない場合はどうしたらいいでしょうか。方に恵まれない場合は実際の団体は実際の方もやばい。仕上がってると思ってる人と、あのビッグのおかげで回れてると思ってるかどうか、ね、だからこの場面で、
回ってるとだから位置を変えたんです。3人がこっちにいたんです。右の方分かるよね。だから全然真横の方行ったんです。花火かかったのが誤算だけど、でもそのおかげで綺麗に回る。ちょっと上にしてて楽しい。これがナンバーワン、これが最高なんです。楽しいでしょ。いや、なんで発電機が回ったと思う？なんか知んねえけど、ヒラーが俺のとこに来てくれた。だから勝った。これがヒラージャンデッドバイナイスバイスーパースターウナンバーワンプレイヤー。見てて不思議でしょ。俺とゲームしてると綺麗に回るじゃん。考えてるんだよ。俺の位置取りなんだよ。やられたところポイントなんだよ。で、発電機1台目は簡単に回ったんだよ。うまいキラーはもう2人回してたことない。俺んとこに来るわけねえだろ、絶対に。だから俺がいるから勝っちゃうんだよ、つまんねえくらい。やられることを恥ずかしいと思うな、やられろ。な。ルガンみたいなプレイヤー。やっぱこいつはこういうやつなの、ほんと。当店を触り続ける。マジです、奇跡だと思う。もう入れるわ。もうほんと怖いだもん、すごい怖い。それと一人で。ロメロが行ったんだよ、多分救助に。ロメロじゃないんだけど、誰も驚くよ。こいつが行ってないと思うけど、多分ロメロでしょ。大手に2個燃えてるようなやつなの。試合状況も見ない。人が捕まってる時とか、吊るされてる時に箱を漁るっていう。通報入れるよ。人間性の問題。なんか自分は正しいと思ってる。自分、あんたに言いたいけど、吊るされてる時にさ、救助に来いと思わない？発電機触ってるはまだわかるね。チェストは漁ってます。ロメロが吊るされてる時にチェストは漁ってるやつに。もう驚くで俺。おぎも脱ぐで。自己中すぎて言葉出ない。フシとルインだったら、まあ、トーテム壊したのは、あれ、バンと落としたしたかわかんないけど、トーテム壊してるのは、じゃあ、濡れ銀だったってことはわかるけど、トーテムの壊してるのはいいよ。カップを譲って。吊るされてる瞬間、よし！チェストは漁ろう。なりません、普通の人。はい。ちゃんとやってください、ゲーム。ね。ヨロちゃんの説教を受けて当たり前よ。こんなまともなこと言ってんじゃん。